週刊文春電子版スクープ速報。我々が自民党を応援したのは憲法改正のためです。このように語るのは旧統一教会、現世界平和統一家庭連合元幹部の大江益男氏です。大江氏は国際勝共連合や日韓トンネル事業を進める国際ハイウェイ財団の仕事に携わった古参の信者。1992年に統一教会の広報担当となり、翌年から1999年まで広報部長を務めています。この8月に発売されたジャーナリスト平田武氏の著書、旧統一教会、大江益男元広報部長懺悔録で、大江氏は霊感商法が始まった経緯や教団と自民党との関わりなど、幹部しか知り得ない秘話を明かしています。教団と自民党との蜜月が激変したのは2022年、奈良県の遊説先で安倍晋三元総理が教団に倒れて以降です。銃撃した山上徹也被告が教団との関係が深い安倍を狙ったという供述をしたことで、旧統一教会と安倍元総理、そして自民党との関係に注目が集まることになったのです。週刊文春が取材を申し込むと、大江氏は自民党への憤りをこのように語りました。私たちはあれだけ多くの自民党議員の選挙を手伝うなど面倒を見たのに、安倍元総理の事件を境に教団への批判が高まると、自民党は一斉に手のひらを返し知らぬ存ぜぬ。そればかりか世論に飲み込まれて宗教法人の解散命令を請求するに至りました。自分たちだけ逃げ切ろうとしている。また統一教会の信者がボランティアとして多くの自民党議員の選挙を手伝ってきたことが次々と明らかになりました。なぜ教団はそこまで熱心に安倍元首相や自民党を支援し深い関係を保ち続けたのか。大江氏はこのように語ります。我々が自民党を応援したのは憲法改正のためです。統一教会と国際勝共連合が目的としているのは、憲法の条文に国を愛する義務を盛り込むことでした。ところが自民党は自主憲法制定を当然に掲げながらやる意欲を見せなかった。自分が当選すればどうでもよくて、国を愛するという考えなどないのです。唯一安倍晋三さんだけが真剣に憲法改正をやろうとした。だから我々も本気で応援したのです。元幹部が告白した自民党との浅からぬ関係、世界平和統一家庭連合はどのように答えるのか。質問状を送ると、特定の政治家等を組織的に支援することはございませんなどと回答がありました。現在配信中の週刊文春の電子版では、大江氏がさらに詳しく教団と自民党との関わりや山上被告のこと、そして韓国への高額送金やお金の使い道の実態などを語っています。電子版の方でこの続きはお読みいただければと思います。週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックして、ぜひ週刊文春電子版をご購読ください。